スノーキーこと小手川幸也です。月の初め恒例の前の月にリピート系 FX でどれぐらいの利益あるいは損失が出ていたのかをお伝えする動画シリーズです。で、いつも冒頭にお話しするんですけども、この動画を撮影するまでですね、前の月どれぐらいの利益あるいは損失が出たのかということを知らずにいます。で、先ほど見たんですけども、ちょっとびっくりしました。はい、ということでですね、現在ループ F 団の法人口座とトラッキングトレードの、ブロードライトコース1000通貨コース、そして、ブロードコース1万通貨コースの、3種で、リアル口座リアルマネーで運用しております。で、昨年12月は21万円の利益でした。はい、で、今年に入って1月ですね。はい、50万円超えました。まあ、50万円超えていると、まあ、なかなかいいかなっていうところなんですけども、2ヶ月連続ね、プラス利益が50万円超えました。はい。ということでですね、2社を運用している理由と、まあ、使い分けなんですけども、この動画概要欄に URL を貼っておきます。さあ、行きます。2018年3月の、確定損益、まずループイフ団の方、なんと、29万円。いやー、ループ F 団運用始まって以来最大ですね。しかも、これほぼ1週間での、まあ、確定損益なので、はい。ねえ、一時期50万円から口座残高が92万円ぐらいまでいったんですよ。じゃあこの調子だと、まあ100万円もうすぐだなと思ったところで、ドカーンとやられちゃいました。ちなみにですね、ループ F 団もトラッキングトレードも、週に一度口座残高の方は公開しています。続きましてトラッキングトレード、はい、まずブロードライトコース1000通貨コースの方は、3万、8000いくらということで、まあ、ちょっと金額は、小さいですね。で、ブロードコース1万通貨コースの方なんですけども、こちらがなんと58万いくらと。いやー、これちょっとこんな言ってたのかっていう感じでびっくりしましたね。はい。ちょっとね、今さっき見たとこなんで、精神的に答えてるんですよ。はい。ということで、トラッキングトレードの方を2つ足すと、62万円。そして、ループイフ団の方をプラスすると、なんと、マイナス91万円。マジかっていう感じなんですよね。過去に、2回、100万円ぐらいの損切り、そして150万円ぐらいの損切りっていうのはありました。それはブログでも動画でも公開したことあるんですけども、あの時は、手動で損切りしたんですよ。自分でバッサリ。今回は、逆差し値の方にかかっての損切りなので、ちょっとまたね、なんでしょう、精神的なものとか、なんか感覚っていうのがまた違うんですよね。で、振り返ってみるとですね、はい、まあ、米ドル円の、まあ、ロング、稼働していたんですよね。まあ、あれが本当に失敗でしたね。はい、113円台うろうろしていて、で、110円ぐらいのところで買ったのかな。で、ちょっと111円台戻してっていう高値のポジションを持っていてっていう。まあ、それで104円台まで下がっちゃったので。まあ、あれがまあ、大きなミスといえばミスなんですけども、ただね、口座残高が減った理由そっちじゃないんですよね。はい。で、ループ F 団口座、米ドル円のみで稼働していました。こちらですね、証拠金維持率が 200% 割れしたところで停止して、ポジションは、残しています。はい。つまり、リピートはしないけど、米ドル円ロングのポジションは、110円台ぐらいで持ってますね。一番高いとこだと。で、トラッキングトレードの方は、通貨ペアを、米ドル円とニュージーランドル円に分けてたんですよ。で、米ドル円の方は1000通貨、ニュージーランドル円の方は2000通貨ということで、比率的にはね、ニュージーランドドル円の方が高いんですよ。まあ、こちらはそれほど大きくというか、はい、自動損切りに行くまで下げていないので、まあ、まだ今稼働も継続しています。で、今回大きな、損失につながったのは、なんと5ドル円のロングなんですよね。もう私のブログとか動画どれぐらいご覧いただいてるかどうかわかりませんけども、5ドル円ロング？いつ？っていう感じなんですよ。私の中でも、いやー、あの時の5ドル円のロングかーっていうのは、これ昨年の、だから2017年の11月に稼働を停止したんですよね。ただポジション残しにしたんですよ。この、今の米ドル円と同じく。だポジション残っていて、高値で、まあ、90円とかのロングポジションあったんですよね。もうそれらが一気に逆差し値にかかっちゃったんですよね。
はい、それがまあ、あのルーピー普段の、大きな損失にもつながりました。ただですね、はい、まだまだ勉強中の部分もあるので、まあ、これからの戦略を練る上で勉強になった月でした。あとですね、すでにね、リピート系 FX されている方、あるいはこれから始めようと思われている方も、やっぱり人の損失って、楽しいじゃないですか。で、楽しいだけじゃなくって、やっぱりそうならないようにはどうしたらいいのかっていうことっていうのはやっぱり知りたい部分だと思うんですよね。で、次回またループ普段セミナーの講師やらせていただく予定あるんですけども、まあ、その時はちょっとね、損失というか失敗談多めにしようかなと思います。その方が、あ、なるほど、こうなると、損失につながるのか、じゃあこうした方がいいなっていうことが、まあ、やっぱり伝わりやすいかなと。まあ、もちろん、YouTube、そしてブログ上でもね、ちょっとまあ、がっつりした、内容のものを出したいと思います。ちなみにですね、ループ普段に関しては、今、ブログの方で、シストレサイト、ちょっとこの動画概要欄に貼っておきますけども、シストレサイトの方で結構今、リピート系 FX の方の、まあなんかコラム的なものの、記事書いてるんですよ。よければね、そちら、ご覧いただけるといいかなと思います。どちらかというと、まあ、初心者さん向けですね。はい。ということで、この後は告知です。はい。アイネット証券さん、アイネット FX とのタイアップキャンペーンを、やっております。この動画概要欄に URL を貼っておきます。そして、トラッキングトレードが利用できます。ブロードネットさんともタイアップキャンペーンをやっていて、こちらも動画概要欄に、URL を貼っておきます。はい、そちらから、口座開設すると、特典がついてきます。いや、ちょっとまだ動揺がまだあるんですよ。91万もいったんかっていう、なんか感覚的には60ぐらいかなって思ったんですよね。はい。やっぱりちょっとループイフ段がやんねー。50万から90万にして、そっからまた、今、60万円台っていうのがもうかなりきついんですよ。はい。すいません。最後、愚痴みたいになってきたんで、終わりたいと思います。またね、いつか、損失話、損切り話も、したいと思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました。